どうかしたの？いや、今選手ラフからメッセージが届いたんじゃが、内容を見る限り列車の次の予定と被りそうじゃと思ってな。久しぶりだな、請求列車の諸君。開拓の旅は順調だろうか。実はもうすぐ泉州ラフで青天演舞という典礼が開かれるんだ。諸君はラフの災いを鎮める手助けをしてくれた泉州同盟の良き友人だからな。新作譜を代表して皆を式典に招待したい。ぜひ見に来てくれ。大忙しね。ファミリーの調和セレモニーが終わったばかりなのに、こんなに早く新しい招待を受けるなんて。うちも。それに2回も連続で式典に出るって本業をおろそかにしてるって思われないかな。列車が本来やるべきなのって製図と航路データの修復と、ついでに真面目な科学調査をすることだよね。なら、お前が残って列車のメンテナンスをするか。行きたくないとは言ってないじゃん。うちだって賑やかなとこに行くのは好きだもん。ただ、その賑やかなとこで、フライデーとかサタデーみたいなのが出てきて、敵対したりしないかなって思っただけ。ラフは危機を乗り越えたばかりだ。演舞典礼を開催するのは現在の平和と安全を外部にアピールするためだろう。ピノコニーの時だって似たようなこと言ってたじゃん。ファミリーの保護下ではいかなる危険もありませんって。そう疑心暗鬼になる必要はない。演舞典礼は調和セレモニーのように多くの秘密が隠されているわけじゃないからな。この典礼は帝宮と運気軍が豊穣の忌み物に立ち向かい、泉州を救った快挙を記念するために設けられた、ただの祭りだ。典礼の前後に設けられた精査巡行のパフォーマンスを除けば、剣技や武術を競う大会に過ぎない。俺たちが観戦した大気やモーターボールと同じようなものだ。姫子、君はどう思う？列車の状況、そしてブラックスワンの提案を受け入れたことを考えると、一度オンパロスで開拓の旅をして燃料を補充すべきだと思うが。時間的には余裕があるけど、今回の開拓の旅は特殊だから、次の目的地に行く前に列車も補給や支援の準備を整える必要があるわ。ちょうどヘルタが天才クラブ会員番号81のルアンメイトの取引を取り持ってくれたから、出発する前に銀ヌンガガプ神域から古獣の亡骸を持ち帰ろうと思っていたの。それを考えると、少なくとも帰ってくるまで数週間はかかるわね。じゃあラフには行けないってことか。美月ちゃん、いい人間関係を築くためのあれこれは大人として支払わなくちゃいけない必要経費なの。ラフが私たちを招待してくれたなら、友人として請求列車もそれに応じないと。今考えてるスケジュールとしては、まずパムが全員をラフに送り届けて、あんたと美月ちゃん、炭鉱の3人は列車の代表として典礼に出席する。そして私とベルトはそのままルアンメイトの約束を果たしに行く。これでどう？二人ともそれでいいか？姫子と幼児ちゃんは真面目な研究をしに行くの？古獣の化石を見るより剣技とか武術を見る方が絶対楽しいって。それにラフにたくさん友達がいるのはあんただけなんだから、あんたがいないとどこに行けばいいのかわからなくなっちゃうでしょ。ちゃんと案内してよね。意見は一致したようじゃな。なら先週ラフに跳躍する準備を始めるぞ。
プ神域、彼女はあそこで何を見つけようとしているんだ。これまでの古獣に関する研究が証明しているのは、俺たちがその生物について何も知らないということだけだが。何も知らない、それこそが天才が手を出したがる領域なんでしょうね。科学がすべきなのは無知という壁に穴を開けることだから。あんまり寂しがらないで。面白い古獣の化石があったらお土産としていくつか持って帰ってきてあげるから。銀ヌンガガプ神域、本当に分かってるよね。古獣の化石と演武伝令だったらやっぱ演武伝令の方が面白そうだもん。そうだタンコ、今回はうちらと一緒にラフに行くよね。お前たちだけでラフを歩き回らせるのは不安だからな。それにベルトさんの言っていた通り、剣木の災いは収まったばかりだ。長命種も短命種もきっと未だに恐怖を感じていることだろう。将軍がこのタイミングで演武典礼を開催すると決めたのは、対外的にラフが安定していると示すために違いない。彼が招待してくれた以上、俺も旧友に会いに行くべきだ。来た場所にまた来ることになるなんて、なんか感慨深いな。詩を読むほどじゃないです。ただ前回泉州に来た時は波乱万丈で怖かったなって思っただけ。今回は誰かに脅されてるわけでも騙されてるわけでもなければ、指名手配犯を追ってるわけでも、貨物用の埠頭から上陸したわけでもない。こんな順風満帆なことってめったにないよね。これは願掛け？フラグ立てるようなこと言ってるのはあんたの方じゃん。こんなに賑やかだったっけ？なんか今日は特に人が多い気がする。お互いの声が聞こえなくなりそう。元凶は将軍に迎えを頼まれたって言ってたよね。どこにいるんだろう。食器の前で待っていよう。あそこは不当のランドマークだからな。見た目からしてピノコニーの人かな。あなたたち泉州ラフには詳しい？多少は知っているが、何か用か？もしかしたら名前は聞いたことがあるかもしれませんが、私たちはピノコニーというところから来たんです。今回泉州に来たのは面白い無境の素材を採取するためでして。すごい偶然。うちらついこの間ピノコニーを出たばっかなんだ。おお、ピノコニーをご存知なのですね。いきなりですみませんが、このラフで行った方がいいおすすめの観光スポットなどはありますか？そうそう、うちら先週通だから。この時期に来る観光客のほとんどは演武典礼が目当てなんじゃないかな。実際うちらもそうだし。演武典礼のことは知ってるけど、
天霊のリングってまだ解放されてないよね。今回の天霊のリングは引退したラフの超大型戦艦を改造したものらしいですよ。いえ、それなら貴重石号の方が大きいかと。でもその戦艦に乗るには数週間後の演武天霊の開催まで待つ必要がある。かといってそれまで仕事をおろそかにするわけにはいかない。だからあなたたちにおすすめ観光スポットはないか聞いたの。ピノコニーの日常的な無境にはない特殊な体験を探しているんです。私たちの顧客はそういう夢の泡を体験するのが大好きなので。ね、ここに一番詳しいのはあんたなんだから、早くおすすめ紹介してあげて。悪くない案だな。近人口の大衆的な雰囲気は宴の星ではあまり見かけないものだ。大衆的な雰囲気、確かに私たちの顧客はもうスリリングの夢を十分体験してるから、逆にそういう日常的なものの方が彼らに感動を与えられるかもしれない。皆さん、アドバイスありがとうございます。今から近人港に行って現地の様子を記録したいと思います。もしかしたらまた近人港でお会いすることがあるかもしれませんね。見ろ、元凶が来たようだ。合流しよう。いたいた、みんなこっちだよ。みんな久しぶり。ここを離れてからそんなに経ってない気がするけど、元凶、あんたもしかして。僕がどうかした？美月さん、子供の成長は早いって言うけど、元凶もしかして少し背伸びた？はあ、たった数ヶ月会わなかっただけだろう。本当？でも将軍はずっと僕の背が伸びないことを心配してるんだ。心配ないって言ってるんだけどね。待たせちゃってごめん。もうすぐ演武天霊が開催されるのと、聖坂井は交通の要所だから人混みからみんなを探すのに時間がかかっちゃったんだ。正直こんなに賑やかなラフは初めて見たよ。剣木の危機が去ったばかりのタイミングで演武天霊を開催するのはいささか時期尚早ではないかと心配していたんだが、今の聖坂井の様子を見るに将軍の判断は正しかったようだな。うん、今ここには他の同点に住んでる人だけじゃなくて、みんなみたいに遠くから来た人たちもたくさんいるんだ。何しろ演武天霊が目前に迫ってるからね。聖坂井の利用者数が一気に増えて、運気軍の警備の仕事も手落ちがないようにって普段の何倍も忙しくなってる。将軍が言ってたよ、ラフを災いから立ち直らせるには演武天霊が必要なんだって。武徳を示せば民の心を落ち着かせ士気を高められる。それだけじゃなくて、天霊の場に UFO の客人を招待して貿易と平和を促進させることもできるから。同盟は今回の天霊をすごく重視してるんだ。なんてたって主命と妖精の2つの選手がお祝いのために使者を派遣するって話だからね。うん、妖精は同盟が忌み物を遵守するときに先陣を切る役割を担っていて、いつも凱旋してるんだ。だから同じ同盟に属してはいるけど、妖精のことはよく知らないんだよね。ただ天白氏の玉空様が言うには、妖精から送られてくる先方はいつも大将ばかりで、すごく印象的なんだって。妖精の秘書将軍はまだ若いのに誰よりも強くて勇敢だって言われてる。
全身筋肉ムキムキで、力こぶはスイカみたいに大きいとか、たった一撃で十数体の忌み物を粉々にするとか。本当かどうかはわからないけど、運気軍内だと彼女の強さはアイオーンにも匹敵するくらいだって噂されてるよ。飛翔将軍の腕前見てみたいな。なるほどね。ところでこれからの予定は？あ、立ち話しすぎちゃったね。将軍から四神宮に連れてくるようにって言われてるんだ。みんなとずっと会えてないから列車の近況を聞きたいんだって。元凶って自分の興味あることについて話してるときは一気に子供っぽくなるよね。確かにな。各員集合しろ。人々を守るんだ。さっき手落ちがないようにって言ったばかりなのに、もう何か起きたみたい。みんなごめん、僕様子を見に行かないと。何言ってんの。俺たちも一緒に行こう。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。王者再臨。逃がさないわ。テンポが乱れた。アドリブでちゃんと直さないと。やっ、いい度胸だね。天使を授けん。ありがとう。償いたまえ。戦輪は血相輪、世を注ぐ。事件が起きてから詳しい状況を確認してきてもいいかな。みんなをもう少し待たせちゃうけど。助けてくれたことにはとても感謝していますが、私たちの貨物まで押収するのは違うんじゃありませんか。そう言われましても、襲撃事件の全容が明らかになるまで、あなたたちの貨物を押収して検査しろとの命令が出ていますので、もろもろの手続きが終われば、あなたたちも貨物も解放しますから。この貨物はラフ
に届けるものではありませんし、カンパニーの特許技術が使われているんですよ。何の権利があって検査するんですか？ラフに入港する貨物は全て検査しなければならないと規則で決まっているんです。私たちは入港なんてしていません。ポリジンの襲撃にあったからラフの港に避難せざるを得なかっただけです。まだまだ続きそうだね。結論が出ない言い争いには関わらないようにした方がいい。この正体の隊長は？状況を説明してほしい。私です。申し訳ありません。見張りを怠りました。全て私の責任です。演武天礼を目前に控えた今、最優先すべきはラフの安全と安定の維持だ。それなのにどうして星座界に堀の囚人が？規定の流れだと危険な重罪人を護送するときは精査に収容して着陸することなく優秀国に行くはずだよね。誰が囚人を乗せた船を旅客用の不当に停泊させる許可を出したんだ？隊長のせいではありません。ただ守名の施設官が少し熱心だっただけです。君は？ロ君、巡察護衛隊の見張りです。元凶殿の助立ちに感謝。今回のことは想定外の出来事で決して隊長のせいではありません。ラフで積み替えをするカンパニーの輸送船が到着直前にホリジンの襲撃に遭いましてね。守名の施設官が助けに向かい、ホリジンの強盗を捕らえて船内に収容したんです。ラフが航行する中域でカンパニーの艦船がホリジンに襲われて、守名の施設が彼らを救った。なかなか複雑なことになってるんだね。私も困惑しています。守名の施設官は規則に従い客船用の不当に船を止め、この囚人たちをラフに引き渡したのですが、ここ最近数えきれないほどの外郭がラフに押し寄せ、精査の航路が大変混雑していることはあなたも知っているでしょう。護送用の精査と航路の完成を待っている間に追い詰められたホリジンが突拍子もない行動に出た。それで先ほどのような騒ぎになったというわけです。この囚人たちは即刻優秀国まで護送します。なるほど、本当に急を要する事情があったみたいだね。この件は地公使の治安長に報告して後始末に協力するよう言っておくよ。どう後処理するのか当事者たちに聞いた方が新作府にも状況を説明しやすくなるよね。本当に成長したね。美月さん、今は僕をからかってる場合じゃないよ。演武天礼前の泉州の安全は張り詰めた糸みたいなもので、一見平穏だけどほんの少しの動きで波が広がるんだ。さっきやっつけたあいつらは一体何者なの？狼の頭をした化け物たちはホリジンって呼ばれてて、泉州と長年敵対してる北条の忌み物なんだ。ホリジンは強い勢力を持っていて、たくさんの世界で略奪を働き、そこに住む人たちを奴隷にしてきた。その被害は宇宙の中外にも匹敵するほどだって言われてる。そして30年前、同盟は奴らと大きな戦いを繰り広げた。ここ数年奴らの動きは昔より落ち着いてたのに、こんなことが起きるなんて。さっきの武官はホリジンがラフの近くの中域でカンパニーの艦船を襲撃したと言っていたな。大胆すぎて少し不自然な気もするが。うん、僕もおかしいと思う。もしかしたらカンパニーとの間に大きな確執があるのかもしれないね。さあ
おしゃべりはこのくらいにしよう。将軍にみんなを四神宮まで連れて行くよう言われてるんだ。もう少し話してたかったけど、どうしても気になることがあって。気になること？もしかして堀神を追おうとしてるの？元凶、うちらの助けは必要？うん、大丈夫、大したことじゃないから。そのさっき得た女の子が僕の剣を持って行っちゃったんだ。だから地甲子に紛失届を出して取り戻せないか試してみようと思って。あの子もきっとわざとじゃないと思うよ。まだ近くにいるかもしれないし、探してみたら？とりあえず今は四神宮に行こう。将軍を待たせるわけにはいかない。安心しろ、あそこまで腕の立つ少女はそういない。きっとすぐに見つかるだろう。面倒事が多いですね。本当に恐ろしいやつだ。仲間と共に一刻も早くこの犯人たちを優秀国に送り、後始末を進めますので、元凶殿はご安心ください。よろしくね。ところで君は巡殺護衛隊の武官？見たことない顔だけど。将軍の護衛ともあろう方なら、私のような下っ端を覚えていないのも無理はありませんね。それに私は出征部隊と一緒にラフに帰ってきたばかりでして、典礼が始まる前の治安維持のために臨時で派遣されたんです。犯人のことはお任せください。恐ろしいやつだ。存在する時間を大切にしよう。孫悟の意志。聖秘は天の定めだ。時の流れは早い。遠いところよく来てくれた。いやいや、大したことではない。こちらこそお前さんの出迎えに感謝する。孫悟の意志。将軍、列車のみんなを連れてきたんだけど。あれ、お客さん、もしかしてタイミング悪かった？いや、ちょうどいい時に来てくれた。聖宮列車の諸君、久しぶりだな。おや私の夢を見たのか。諸君の私に対する思いが改めて明らかになったな。いや、本当に君たちの美しい夢に私が登場したとは光栄なことだ。紹介しよう。こちらは泉州主命の食塩将軍、海塩殿だ。そうかしこまる必要はない。
今回は将軍として来ているわけではないからな。普通の観光客と何も変わらん。海燕殿は定休に仕える将軍であるだけでなく、構造士の百夜でもあり、軍務はもちろんのこと、あらゆる技巧にも長けている。こうした年配者は天正の中でも唯一無二の存在だ。将軍だろうと百夜だろうと、ただの肩書きに過ぎない。わしは何度も辞職しているが、今は状況が変わったからな。元帥に再び召集され、職務に就くしかなかったのだ。結局のところは自分のせいだな。長生きすればするほど、わしが気に食わない奴も増える。そういう連中らから無理難題を押し付けられるのは避けられないことなんだ。お目にかかれて光栄です、海燕将軍。お目にかかれて光栄です、海燕将軍。かしこまる必要はないと言っているだろうに。今日のわしはお前さんたちと同じラフの客人だ。この三人が前に言っていた剣木の危機を救ってくれた救世主か。ああ、炭鉱殿、三月殿、そして彼女の力がなければラフは今回の災いを簡単に乗り越えることはできなかっただろう。隠月君の後世が再びラフに戻り、演武天礼に参列するとはな。機会があればお前さんと一杯やりたいものだ。お呼びとあればいつでも。ところでそこにいる子供は。私の弟子の元凶だ。まだ若いから護衛としてそばに置き、経験を積ませようと思っている。今回の演武天礼でもラフ運気軍の代表、守人として各来訪者の挑戦を受ける予定だ。いい、実にいい。今日だけでこれほど多くの優秀な若者に出会えるとは、ここまで来た甲斐があったというものだ。ああそうだ、年を取ると忘れっぽくなっていかんな。こやつはわしの孫弟子の雲里だ。君は。ああ、あなただったんだ。こんにちは。なんだ、もう知っているのか。なら紹介する必要はなさそうだな。こんなところで会えるなんて、見つけるのにもっと手間がかかると思ってたのに。ある言い方だな。さあ、どうやって知り合ったのかわしに教えてくれんか。この子は聖坂で逃げた堀の囚人を鎮圧してくれたんです。それについては先にお礼を言いたい。ありがとう。でも君は現場を離れるとき、ついでに僕の秘剣を持って行ったよね。秘剣？荷物の中に突然剣が増えたのか不思議に思ってたんだけど、あなたのだったんだ。そうだよ、せっかく再会できたんだし、できれば。それは無理。無理？この剣を返してほしいんだよね。それはいいけど、こんな風に簡単には渡せない。戦場で失った剣は戦場で取り戻すのが主命のルールだから。この剣だって同じ、空を飛んで逃げた堀人を撃つはずだったのに、持ち主が心を乱したせいで翼が折れた鳶みたいに標的を見失っちゃった。それに私が剣を取って目標に命中するよう手助けしてなかったら、堀人はとっくに逃げてた。雲里さん、君は何も言わずに僕の剣を持っていった。それなのに
平気な顔で持ち主に返すのを拒むなんて、どうしてそんなことができるんだ？ラフの剣士って所詮この程度なんだ。今なんて言った？あなたが正々堂々私から自分の剣を取り戻せば私だって納得する。でもあなたはそうしなかった。問題を矮小化してみんなの前で適当に剣を返せなんて言って。率直に言うけど、あなたは敵を殺して身を守ってくれる剣に敬意を払ってない。この剣にはふさわしくないと思う。君、もしかして黙って人のものを持っていくのは泥棒だって教えてもらわなかったの？はあ、どうしても剣を使えって言うなら仕方ない。今から1対1で。元気？うん、それでいい。今日決着をつけよう。私はホリジンみたいに簡単に倒せる相手じゃないけど。もうそれ以上喋るな。早く元凶君に謝らんか。おじいちゃん、一体どっちの味方なの？おじいちゃんは、おじいちゃんはどっちの味方でもない。ちょっとした誤解があるだけだ。謝るほどのことではない。主命で剣術と技術の頂点に立つ者は炎林八王という美名で世に伝わっている。そこに名を連ねる雲里さんは確かに炎のような子だな。何が美名だ。どこぞの物好きな奴が雲鬼軍にとって迷惑にしかならない虚名をでっち上げているだけだろう。雲里はただの人見知りの激しい人付き合いが苦手な子供に過ぎん。すまないが多少の無礼は多めに見てくれ。諸君、私はカイエン殿と話がある。客人とウンリさんの旅館の宿泊手続きはひとまず元凶君に任せる。後で時間を見つけてゆっくり話そう。請求列車がラフを危機から救ってくれたことについてしっかり感謝を伝えたいからな。そんなにかしこまらなくていいのに。もう何回も感謝してくれてるじゃん。どうやら間が悪い時に来てしまったようだな。三人とも許してくれ。そんなことはありません、カイエン将軍。ほれ、言ってこい。これを機にしっかり元凶君の誤解を解くんだ。はいはい、確かに誤解は解くべきものであって深めるものじゃない。でもまだ旅館には行かない。レーサーお姉ちゃんに会いたいの。ちょうどラフに着いたところで腰を落ち着かせるために手伝ってくれる人を探してるみたいだから。元凶、客人の案内が終わったら私の代わりにもう一度構造士に行ってくれるかい？カンパニーの船が襲われて押収されたそうなんだが、カンパニーの社員が船にある貨物を取り戻したいと抗議していると生族から報告があったんだ。私の代わりに彼らをなだめてくれないか。あまり強く出る必要はない。ただラフは彼らの権利を侵害するつもりはないとだけ伝えてくれ。了解、将軍。先ほどは元凶が無礼な口を聞いてすまなかったな。恥ずかしいところを見せてしまった。いやいや、雲里のあの言い方ではどんなに鈍いやつでも怒るだろう。お前さんはちゃんと弟子を教育できている。若い頃のわしだったらその場で怒って切り捨てていたかもしれんな。元凶君はもうお前さんの悩みを解決することができる。だが雲里は子供のままで剣以外のことに興味を示さない。今回演武典礼に参加させるために雲里を連れてきたのはあの子の見識を広めたかったからなんだ。
ここに来たのは無駄じゃなかった。シュメイに比べてラフは本当に賑やか。でも剣技に関してはラフの剣士の腕はいまいち。こんにちは。あなたは演武天礼に参加する選手？選手じゃないんだ。かなりの手だれに見えるけど。運気軍が設置した演武台は申請すればよそ者でも上がれるから、あなたも申し込んでみたら？それは部外者が主命の運気軍と構造士にいる私の兄弟子や姉弟子たちに対する呼び方。私もその人たちもみんなおじいちゃんの元で職人芸と剣術を学んだの。だから部外者は炎林八葉って呼ぶのかも。でもおじいちゃんの前では呼ばないで。前に言ってたんだ、中身が伴ってない名は人を傷つける、そして無駄な挑戦と争いを生むって。主命の剣士は全軍で勝つことを誇りに思い、個人で勝つことは良しとしないから。私は用事があるから行かない。それに元凶はあんまりよく思ってないみたいだから。あなたの言う通り、私は実力で持っていっただけ。奪ったって言われるのはまあいいとして、泥棒扱いするなんてありえない。それにこの剣は今主人を恐れてる。自分の剣を大切にするって言っておきながら、それが今どんな状態なのかも分かってないのは一体どういうことか、逆に私が聞きたいくらい。もともと彼の剣を手元に残しておくつもりはなかったし、この機会に返そうと思ってたんだけど、考えが変わったの。被剣がかわいそうだから手入れをしようと思う。彼がどうぞ、こんにちは、ありがとう、ごめんなさいを言えるようになるまでは剣を返すつもりはない。そういうことだから。タンコ、うちてっきり泉州の将軍ってみんな軽減将軍みたいな感じだと思ってたんだけど、将軍ってなんか痩せてて小さくて風に吹かれたら飛んでっちゃいそうな感じがするじゃん。あんなヨボヨボのおじいちゃんが本当に低級の天将なの？各選手は同盟の中でそれぞれ役割があり、得意とすることも違う。低級の将軍だろうと、全員が全員敵陣に突撃して戦うことに長けているわけじゃない。さっき将軍が言っていたように、海燕将軍はかつて主命で頂点に立つ職人だったんだ。ミス・ヘルタみたいな？一理あるかも。でも先週人がおじいちゃんみたいな見た目をしてるのってやっぱりなんか変な感じがするんだよね。当然の疑問だな。海燕将軍ならあそこにいるから直接聞いてみたらどうだ？やめとく、うち長生きしたいもん。なら行くぞ。将軍が元凶に俺たちの案内を頼んだのはきっと何か話し合いたいことがあるからだ。ここで時間を無駄にするべきではない。これが聖族さんが送ってくれた報告書か。どれどれ、将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。いや、
試練まではいかないかな。運気軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武典礼に主命と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは？軽減、考えすぎだ。言っただろう、今回は運理に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、帝宮の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する、将軍という名に課せられた重さはその事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い、客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは。一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用途はここに来る以上に大切なことなのか。言ってみろ。ラフの林園教に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。軽減、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海燕将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。
してもらうの忘れてた。ううん、大丈夫。主命の人ならすぐにラフを離れることはないだろうし、また次会った時に返してもらうのでも遅くはないから。そういえば僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍ってなんかちょっとかしこまってる感じしなかった？海炎将軍が来てるからかな。かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。四神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天劇将軍本人なのだろう。絶対そうだよ。はあ、それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？演武典礼はただの祭りに過ぎない。他の泉州の将軍が二人同時にラフに来たとすれば、そこには何か別の理由があると考えるのが自然だ。彼らは剣木の災いに関する責任を問いに来たのだろう。責任を問う？薬王秘伝の悪者と反物質レギオンがラフに侵入して大暴れしたんだから、ラフは被害者じゃん。なんで被害者が責任を問われなきゃいけないの？丹数の反乱も元老の陰謀も同盟の他の将軍にとってはラフの一方的な言い分にしか聞こえない。しかも要となる証拠が一つ残されているとくれば、彼らにとってこの件は終わりのない災いにしか見えないのだろう。剣木、ラフが長い間抑え込んできた儒家の跡が蘇ったのは紛れもない事実だ。しかしその原因が反物質レギオンの陰謀なのか、ラフ内部の反乱なのか、将軍は本当に巻き込まれただけなのか、そういった疑念の火は一度燃え上がるとなかなか消えないんだ。将軍が俺たちを演武典礼に招待したのもそれを考慮したからだろう。はあ、うちって本当にバカだな。つい気ままで楽しい旅ができると思っちゃった。きっと星宮列車はどこに行っても不運につきまとわれるんだ。僕も将軍たちは純粋に典礼を見るために来てくれたんだって思って嬉しかったのに。そういえば今回主命の使節官に同乗してきた探子が一人いて、その人がラフの探偵士の新しい師弟になるって聞いたな。主命が人を派遣してラフの師弟にする。前例がないわけではないが、このタイミングとなると炭鉱先生の話を聞いてやっと背後でうごめいてる暗流に気づけたよ。将軍は今きっと大きな圧力にさらされてる。それなのに僕は少しも将軍の苦しみに気づけなかった。なんてバカだったんだろう。そんな風に思わないで。大人たちのことは大人たちが心配すべきことなんだから。それに今の元凶が将軍のために何ができるっていうの？あれ、うちもしかしてまた間違ったこと言っちゃった？美月さんの言う通りだよ。僕はまだ未熟だから今すぐ将軍の負担を減らすことはできない。でも将軍から任されたことは何だって精一杯やってみせる。さあ行こう。3人の宿泊手配が終わったら構造士に行ってカンパニーの抗議を処理しないと。すごく悩んでるっぽいとこ見ちゃうとやっぱりちょっと不安だよね。ねえ、うちらも一緒に構造士に行ってもいい？それはダメだよ。手伝おうとしてくれるのは嬉しいけど、カンパニーの社員は特に厄介だから、かえって列車に迷惑をかけることになるかもしれないし。安心して、カンパニーの相手なら慣れてるから。
銃の赤心は知ってるよね。うちらその中の何人かと関わったことがあるのね。そうだよね。あんたどんどん臆病になってない？カンパニーのでっかい鉄の塊を壊した時も訴訟なんて気にしてなかったのに。わかった。先生たちが手伝ってくれるって言うなら僕も断らない。構造士に行ってカンパニーの人たちに会おう。まったく先囚人には理屈が通じないのか。はは、分かったぞ。これはお前たちのところで言う火事場泥棒だな。ですから今あなたの言う理屈を述べているではありませんか。この嫌みったらしい声聞き覚えがある。確か金人口で聞いたような。天白氏の相手をするのは今回が初めてじゃない。お前たちの面倒なやり方にはとっくに慣れてる。だが大っぴらにカンパニーの貨物を奪おうとするのはさすがにやりすぎじゃないか。何度も言ってるだろう、コンテナを開けて安全の確認が取れれば解放するって。お前は耳が悪いのか、それとも頭が悪いのか。ちゃんと聞こえているし頭もはっきりしている。単刀直入に言おう、コンテナは絶対に開けない。これ以上私の荷物を返さないというのならお前たちの将軍に訴状を送りつけるぞ。この野郎、誰が犬だって。って、なんでお前が。お前、まだ泉州にいたのか。不幸ってのは本当に重なるものだな。お前に会うと、ろくなことが起きない。これはこれは、請求列車のお客様ではありませんか。どうして元凶と一緒に構造士へ。カンパニーのトラブル？天白氏のせいで起きたトラブルと言うべきだろう。このカンパニーの人は先生の知り合いみたいだね。これっていいことかな、悪いことかな。ユウキさん、僕はカンパニーの抗議に対応するために派遣されてきたんだ。今の状況を教えてもらえる？主命の施設官がホリジンに襲われたカンパニーの輸送船を助けたことはご存知ですよね。その後輸送船は知らせを受けた運気軍によって港に誘導され、そこで修理と検査を受けることになったんです。そしてその輸送船の責任者というのが
こちらのスコートさんです。あんたがスコートだったんだ。この子から話は聞いてるよ。確かラフを追い出されたんだよね。なんで戻ってきたの？好きで戻ってきたわけじゃない。船さえ修理すればこの縁起でもない場所から離れられると思っていたのに。港に入った瞬間、運気軍が来て船にあった貨物を全部奪っていったんだ。奪う？何度も言っていますが、これは安全を確保するための検査です。ならどうして構造士まで連れてきた？それに狡猾そうな職人まで見つけてきて、明らかにカンパニーの特許技術を奪おうとしているじゃないか。あのな、遠方から来たお客さん、第一に天白氏は荷物の中に危険な武器らしきものがあることを検出したから安全確認のための検査を要求してるんだ。第二に俺のどこが狡猾そうだって？納得できないな。たとえ危険な武器があったとしてもラフに運び入れるわけじゃないんだから、お前たちには関係ないだろ。船の修理が終わればすぐに出発する。ここで荷下ろしをすることもない。ですが、エンジンの修理を終わらせ出航するまでに少なくとも数日は港に停泊する必要があるでしょ。検査を通していない危険物を何日もラフの港にとどまらせるわけにはいきません。分かった。安全検査は貨物を分解する必要はなかったよね。必要ない。もともとスキャン検査だけだしな。ただそのスキャンの結果、貨物の中には機械構造のものだけじゃなく生物組織に近い特徴を持つものもあることが分かったんだ。生物組織？このコンテナの中に生き物が入ってるってこと？具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。いずれにしても条例に従うなら俺たちは貨物の一つを開けて検査しなくちゃいけない。でもこの人は特許の機密保持を理由に何度も検査を拒否してるんだ。同盟には生物製品に対する厳格な取り決めがあります。さらなる検査を拒むというのなら、天白氏としてはあなたを行かせるわけにはいきません。いいだろう。この貨物に手を出そうというのなら徹底的にやり合おうじゃないか。私たちが運んでいるのが生物だろうが機械だろうがお前たちには関係ない。天白氏の処理手続きに対してクレームを入れてやる。スコートさんはすごく頑固みたいだね。説得するのは難しそう。はあ、カンパニーと真っ向から対立するのは避けたかったんだけどな。前に先生が金人口の紹介を助けてくれたって話は聞いてる。その時のカンパニーの代表者がスコートさんだったんだよね。彼と交渉した経験があるなら申し訳ないけど、今回も先生にお願いしてもいいかな。何をこそこそ喋ってるんだ。早く貨物を返せ。この人は強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったはず。でも一応ルールは守るんだよね。その性格を逆手に取ろう。お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。
泉州同盟スターピースカンパニー貿易共通認識宣言第4条には、同盟とカンパニーは絶対に互いの知的財産権を侵害してはならないと書かれている。同盟と機密保持契約を結べば他の人に覗かれる心配はない。カンパニーの規則に従い、双方が納得できるような機密保持契約を結ぶことは可能ですよ。そうは言っても、お前たちがそれを守るかどうかは分からないだろう。知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけでも、お前たちには想像もできないほど高いんだ。何かあったら一生働いても弁償できないぞ。スコート、具体的な金額は出せる？検査後に何か問題があったら、列車じゃなくて天白氏が弁償するから。天白氏はもちろん弁償します。事前に具体的な破損報告書を提出してもらう必要はありますが。天白氏の財力を疑っているわけじゃないが、これは金の問題ではないんだ。それとこの輸送艦に積まれた貨物は博識学会のものだ。検査するなら少なくとも依頼主である博識学会の人間を一人呼ぶべきじゃないか。私は博識学会の霊視を教授と仲がいいの。彼からはいろんなことを教わった。一日したれば終身父たりって言うでしょ。つまり、ふざけるな。たとえお前と彼が血縁関係にあろうと婚姻関係にあろうと、お前が学会を代表することにはならないだろう。カンパニーと泉州は法治社会で、手続きの流れは守られるべきだ。カンパニーの社員として私はカンパニーの規則も守らなければならない。もしここで例外的にお前たちの検査を許したりしたら、後々本当に大変なことになるぞ。あんたたちにはあんたたちのルールがあって、泉州には泉州のルールがある。今は泉州にいるんだから、泉州のルールを守るべきじゃないの？自分が泉州の縄張りにいることはもちろん知っている。だがルールを破ったら、私だって戻ってから罰を受けることになるんだ。お前たち、なかなか口が立つじゃないか。ち、安全検査をしたいなら、できないこともない。ただ、数日時間をくれ。何しろ重要なことだからな。カンパニーの本部と話し合う必要がある。スコートさんは先延ばし法を使うつもりだね。船の修理が終わるまで先延ばしにすれば、検査することができないまま君たちを解放することになる。法を犯さない限り、カンパニーの人だろうと当然自由に出入りできますよ。分かっているじゃないか。ん？お前は誰だ？では失礼して自己紹介を。私はラフ探偵士の師弟、レーサーと言います。
守名から派遣された新しい師弟だよ。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにしたというわけです。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら検査はしなくて構いません。構いませんってどういうこと？急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査しなくていいというなら、この貨物は持って行かせてもらう。異論はないな？異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ。輸送船に積んである貨物は全部そのままで構いません。さっきも言った通り検査はしませんから。ちょっと待って、そう来なくてはな。ここまで人間の言葉じゃなかった。話が通じるならさっきあんなに言い争う必要はなかったじゃないか。エンジンの修理が終わったらすぐにでも出航させてもらおう。船はもちろん出航できますが、貨物はダメですよ。泉州とカンパニーが締結した輸出入契約では、全ての生物製品は外界に危害を及ぼさないと確認できたもの、もしくは活性を失ったものしか出航できないことになっています。その生物が危害を及ぼすかどうか判断する方法がない以上、活性を失うまで待つしかありません。過去の事例を参考にすると、そうですね、47西暦年だけ待ってもらえれば大丈夫かと。だっけ？そんなに驚くことですか？あなたはまだ若く元気もある。あと数十年くらいは余裕で生きられるでしょう。自信を持って頑張って生きてください。さすが長命種、嫌味な言い方をする。お前たちは時間という概念を気にしないのかもしれないが、そのせいで生じた1分ごとの損失は天白氏に倍で請求するからだ。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくと信じて疑っていないようですね。おい、どけ。検査させるんだ。ですが、スコートさん。もういい。状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たちに頭を下げて謝ればいい。私の頭はそのためにあるのだからな。この女に比べればお前など大して面倒じゃない。だが調子に乗るんじゃないぞ。この女さえいなければ、チッ、さっさと検査しろ。このお姉さんすごい。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。
緩める。天使を授けん。ありがとう。私が守る。あら、忘れません。涙雨決定。来るとは。はい、お別れの時だ。大丈夫。槍先に火を、炎の塗りを断ち切れ。亡者再臨。全て勇気を出さなきゃ。クララもみんなを守る。助けてスバルーグ。いい度胸だ。ダンス戦闘準備。涙雨私たちとは無関係だ。お前たちが不注意で貨物の防衛プログラムを起動させたに決まっている。こうなった以上、誰かに責任を押し付けようとするのはやめた方がいい。どうしてこれが動き出したのか本当にわからないんだ。琥珀の王に誓ってもいい。もういいよ、結城さん。何人か運気軍を連れてきてくれる？まずはこの客人たちを天白市まで送ろう。わかりました。さあスコートさん、こちらへどうぞ。皆さん、軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り、中には生物組織が隠されていました。ただこれが気候なのか生物なのかは私にも分かりません。これの核の部分は隠語で湿剣と呼ばれているもの。分かりやすく言えば、この機械は何らかの生物の神経を制御通数として駆動してるんだ。少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物組織の出所も判明するでしょう。博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ？新たな武器を作るためか。いずれにしろ、これがホリジンがこの艦船を襲撃した理由かもしれないね。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は獣王氏に連絡して判官に判断を委ねよう。規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、それから武器は全部優秀国に収容してちゃんと処理するべきなんだ。何しろあそこはラフで一番安全な場所だからね。職人さんも運気軍に同行して判官に状況を説明してくれるかな。カンパニーの人は手強いだろうって予想はしてたけど、あそこまでとは思わなかった。レーサさん、助けてくれてありがとう。こちらこそ、命を助けてもらったお礼を言わせてください。あなたが剣術に秀でていたおかげでこの大きいのを倒せたんですから。将軍の従者は優れた腕前の武人だとは聞いていましたが、まさか元凶様がこれほど。
言えるでしょう。そちらの3人は請求列車からの客人でしょうか。ということはあなたたちがラフを危機から救ったのですね。本当に素晴らしい。それほどでも。まだ時間があるので、せっかくですから探偵室に行ってお茶でも飲みませんか。もしよければ探偵室の再建に関する皆さんの意見も聞かせてください。じゃあ僕は遠慮なくお呼ばれしようかな。あなたたち3人も一緒に来てくださいね。この機械の動力を遮断しますので、それまであまり近づかないようにしてください。会は普遍であり、潮は満ち引きを繰り返している。私たち寿命族にとってこれほど懐かしいと感じる故郷はありません。レイサさんはラフの地元民なのか。はい、私は幼い頃からラフで育ち、探偵室でこの波の音を聞きながら死と共に探訪の研究に打ち込んでいました。この世は常に変化していますが、その変化の中にはたくさんの似ているものがある。私は炭鉱さんと同じく異郷を旅しています。こうして帰ってきて見慣れた景色を目にすると、やはり感慨に浸ってしまいますね。剣木がなければここの景色はもっと綺麗だったんだろうな。そうですか。剣木があそこにそびえ立っているのはなかなか壮観だと思いますが。壮観だとしてもあれは儒家の跡だからね。泉州と海物は数千年も戦ってきた。剣木が再生したのを見て、きっとみんな心の中では不安に思ってるはずだ。一度種がまかれた以上、どんなに阻止しようといずれ芽吹きの時はやってきます。薬王秘伝が再び現れたのと同じように、剣木の再生は避けられないことなのかもしれません。この種は泉州の祖先が調整を求めた時からまかれていたのですから。すみません、軽率でした。炭鉱さんと元凶様は今回の剣木の災いを経験したんですよね。あなたたちに相談したいことがあるのですが。相談？どんなこと？私は同盟からの命を受け、探偵室に積もった汚れを払いに来ました。しかしラフの探偵室はほころびが多く、とっくに取り返しのつかないところまで来ています。私は治療法を探しているのですが、二人は何か案はありませんか？俺は寿命族だが、ここにいる二人の仲間と同じくよそ者だ。レイサさんが求める治療法に口出しはできないが、一つだけ忠告したいことがある。ラフの寿命族と探偵師は長らく密接な関係を築いてきた。探偵師の現状を変えるにはレイサさん自身双方から距離を取り、しっかり客観視する必要があるだろう。政務のことはよくわからないけど、薬王秘伝はずっと探偵室の中で活動してきたらしいし、
レーサさんがその影響を排除したいと思うなら、将軍と対策を練ってみるのもありかもしれないよ。わかりました。二人とも答えてくれてありがとうございます。低級の荒野の威力は剣木を切り裂けるほど強力だというのに、己の命を存続させたいという凡人の渇望は断ち切れなかったようですね。例えば雲気軍は薬王秘伝の残党を排除することはできましたが、探偵士の人々の心を鎮めることはできませんでした。先週の祖先はこうなると知っていたから、剣木の元婚を見守る責務を与えた。ですが結局は寿命族も凡人に過ぎなかったんです。今から30年前、ラフの探偵士の師弟だった私の恩師は早くにここの暗流に気づき、それに対して抜本的な改革を行おうとしました。しかし彼女は医術には精通していましたが、人の心には疎く、探偵士の深部に潜む病巣を切除する方法がわからなかった。そうこうしているうちに師匠は誰かにはめられ、先週主命に追放されたのです。私もそれに巻き込まれ、ラフを離れるしかありませんでした。そして当時その件の仲裁を担い、追放令の許可を出したのが軽減将軍なのです。え、将軍が？はい。探偵士の状況がここまで悪化したのは、薬王の反逆者だけのせいではありません。かの新作将軍も今回の件に対して責任を負う必要があります。あら、元凶様、顔色を変えてどうしました？安心してください。立場ある者は自由に振る舞えないという道理は分かってるので、将軍を恨んだりはしません。私たちのような年齢の大人にとって支援は贅沢なものですからね。レイサお姉ちゃん、お帰りなさい。ずっと待ってたの。ウンリ、どうして海燕将軍のところじゃなくて探偵室にいるんです？ちょうどよかった。紹介しますね。こちらの元凶様は、はあ、因縁の相手にはよく会うってこういうことか。君、今度こそ盗んだ剣を返すんだ。なるほど、紹介はしなくてよさそうですね。なんでここであなたに会うわけ？もしかしてずっと私の後をつけてたの？ふん、僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。ほっつき歩くのに忙しくて剣を返す暇もない君とは違ってね。物は持ち主に似るっておじいちゃんが言ってた。私、あなたの剣と話をしたんだ。そしたら、あなたは心配事が多いせいでいつも剣を抜くのが遅くて、剣を抜いてもまともに扱ってくれないって嘆いてた。今改めてあなたを見て、剣は嘘をついてないって分かった。私が剣を奪ったのはあなたが剣を大切にしてなかったから。そんなデタラメ信じると思う？主命からの客人だからって何度も我慢したのに、君は少しも相手のことを考えないんだね。もしかして主命には他人のものを取ったら返すっていう常識がないのかな？この秘剣を見て。今あなたに返したところでまたすぐ別の人に奪われちゃうと思うけど、運気軍は武器を手放してはならないって教えは聞いたことある？この場で剣を返すことはできるけど、戦場ではそうはいかない。あー、この秘剣本当にかわいそう。わかった、もう返さなくていいよ。
僕がなくした剣は自分の力で取り戻す。あのさ、こういう時にこんなこと言うのはあれなんだけど、あの二人実際どっちの方が強いのかな。怒らないでよね。ただ純粋に興味があるだけだから。二人を引き離す準備をしておけ。今日は私が探偵師に就任した日だというのに、争いで始まるなんて幸先が悪いですね。わかった。レーサーお姉ちゃんが嫌がるならここで戦うのはやめる。嫌というわけではありませんよ。それに一度剣を抜いた以上、腕比べをしないと二人もすっきりしないでしょ。私が受けた報告によれば、今も探偵師の同点の周囲で忌み物が出没しているそうです。これはおそらく私の前任者が探偵師に残した負債のようなものでしょう。どちらの力が上か勝負したいだけなら、お互いに剣を向ける必要はないんじゃありませんか。それって忌み物を切るってこと？なんかつまんなそう。忌み物を始末するのは運気軍の責務だ。レイサさんが口を出す必要はないよ。僕が全部倒すから。自分だけ媚び売らないでくれる？レイサお姉ちゃんが必要とするなら、私だって喜んで手助けするんだから。二人とも思いやりのある優しい子で、とっても嬉しいです。それじゃあ行きましょうか。